大崎市の滅亡家庭ですけども、この大崎義直さん、大崎義兼の次男として生誕してますが、兄の高金が廃人したために大崎氏を継承してます。この大崎義直さんの、えー、あれは、この天文の内乱で、新井田頼党と対立したことが始まりですが、家臣の新井田頼党がこの大崎さんと対立し、で、吉直さんはこの鎮圧に失敗したんですね。で 新井田さんだけじゃなくて、まあ、大崎市全体にこう広がってしもって、まあ、大崎義直は伊達種宗の援軍を頼むために2年間両国を空けて伊達のもとに居い続けるというのは、これ、下手したらあの、援軍要請するために伊達のもとに2年間行ってそこ帰って,帰ってこれなかったというのは、逆に言うと多分追放されたんでしょうね、これ、そのこと書いてへんけども。まあ、多分、どう考えてもこれ、大崎さん追放されたよね。で、伊達さんのもとに被護、 受けたんだねあそうやあやそういう人いたな大崎義兼さんかということであの多分大崎市は、えー、結構あのそういうところでややこしい問題を抱えたと思われます。で結局伊達種子屋の援軍で鎮圧に成功しますが続発したんですね。だからやっぱりこれも大崎市の構造的な問題としてちょっと何があったのかわからないんですけどもただ家臣団の中で大崎市を支持する人間と。 反大崎市になっちゃったグループがあって、そいつらはもう叩いても叩いてもこう出てくると。で、その対策として、大崎義長が選んだ通貨を選ばされたのは、伊達種宗の子を高金の維持の婿として大崎市をこう継がせると。つまり、伊達家から大崎市の,あの後継者を入れると。で、伊達種宗としてもこれで、伊達は欧州短大、大崎義直の保護者だけでなくて、隕石、外石だと。 いうふうふにまあ名乗れるとで、さらに大崎氏も伊達の一門であるというふうに逆に伊達の中に組み込んでいくという、そういうまああのことができると。それに対して、大崎義直は、伊達種宗と春宗の争いでいるこの天文の乱で、春宗に組みしますで。これは理由ははっきりしてて、要するに種宗のこの義高っつうのが、いわば義直にとっては目の上の単行部になっていたわけですね。 この伊達四天文の欄で、伊達春宗サイドに組みしてた種宗を追い詰めた結果、種宗をまあバックにしていた吉高は殺されちゃったと。春宗は吉高を見捨てちゃったんですね。で、1945年には15位の下、左京大部に任官してます。無事に左京大部に任官して。ちなみにこの左京大部とかの任官の場合は、まあ、残っておりませんけども、多分これは苦前案が出てるはずです。 大崎義孝ですけども、1948年、大崎義直の子として生まれてます。翌年、大崎義孝の殺害によって、大崎氏の家督継承者となっています。だからまあ、義直、じゃ義高がついた一つの理由には、大崎義直にまだ子供が生まれていなかったというのがありますけども、義直の子として生まれて、で、おそらくこれで子供が生まれたんで、あこれ、義孝もう邪魔やと、えー、いうことだったんですよね。子供も生まれなかったら、義孝で別にまあ、ええー、んでしょうけども。 で彼の数は1 5 6 7年頃から見られます。で、まあ、大崎義直って意外と長生きで、1577年まで生き彼は生きてますから、10年間は義高と義直のダブルで大崎氏をこう見ていくという感じですね。で、この大崎義高の外交政策といは伊達テ伊達照宗との連携。まあ、基本的に大崎氏はこの頃伊達氏の支配下に入ってますから、伊達氏との連携。で、えー、芦名森生 葛城と友好関係を持っていて、加西市と対立するという関係ですが、テルム宗さんとしては頭痛いたわけですね。もう、西市ってうのは実は伊達家から養子に行ってますから、この加西市も大崎市も、いわば伊達にとっては大事な純一,一文格というか、そういう関係なんですけども、この両者が仲が悪い。テルム宗が仲介してもうまくいかない。 とということになつまり、すにまあこういう関係でいきますと、この頃の大崎市をめぐる外交関係ですけども、まずこの,両この関係は良好であると。友好関係と。この関係も友好関係。さらに言ったら、大崎義孝の妹が最上義明の妻ですからね。この関係も最上義明の姉が伊達照文の誠実ですね。友好関係と。しかもこの場合はあの、 親親類類とで、ここも友好関係、友好関係。まあ、極端にしたら、みんな友好なんですね。で、この黒川っつうのは最上の一門で、え最上にえ、まあ、属してますが、同時に大崎にも属してるという、両属してるという、そういう関係であって、みんな仲良しと。これがガラッと変わるのが、この伊達政宗さんですね。 この伊達宗達政うのが大きくこの辺り全部をこうひっくり返していくと。戦い、攻撃、戦い、戦いというふうに今までの友好関係が全部殴り合いになっているんですね。この大崎合戦との大崎市の内紛に伊達政宗が介入した事件です。分かりやすくますと、大崎市の家臣の氏家義継 らが大崎義,義に反乱を起こしますここに伊達政宗が宇治義継らをプッシュして大崎氏を叩き潰そうとしたと。それに対して黒川春氏が大崎義隆がについたために話がややこしくなると。でこの黒川春氏ってなかなかの策士で黒川春氏に対して伊達政宗は留守正陰らを派遣して攻撃するわけですがこの黒川春氏の戦いに られて伊達軍は敗北を期します実は黒川春氏はこの黒川市通のは最上家の一門なんですが春氏自身は伊達家の出身ですね影氏の子にあたりますでそれが伊達政宗はもうあっちこっちに喧嘩していると逆にあの仲良いのはこの上杉外科ですね伊達と最上の関係はこうなりますね大崎と 最上の関係はこうなるんですねさらに大崎合戦後にはどうなるかですけども1589年に大崎義高氏義次を討伐します実はこの頃伊達政宗は喧嘩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 ,喧嘩と全部と喧嘩してるわけですね義姫がここで出てくるわけです この最上と伊達が潰し合うのはこれはまずいでしょうということで義姫がこの最上と伊達の間の和睦を取り結んだということの結果政宗はここが和睦を締結された結果伊達政宗は一息つけるわけですねまずここがうまく丸く収まったでここが崩壊したとなってくるとまあ圧力は 強まってくると大崎に結局義高と政宗の和議が結ばれますがこれは義高にとっては非常に屈辱的な条件であると同時に大崎氏にとってはこれが運命を決めてしまったとこの和議というのは最上義昭が伊達政宗と和議を結んでで足なしが急速に衰えていく中で伊達がぐっと楽になって結ぶわけですから 大崎氏は完全に不利な状況で和議を結ばされたわけです。大崎氏は伊達氏に従属することを求められました。あ大崎氏は伊達の一門で、最上義明との縁を切れと。このは僕、締結前、まだ最上と伊達が殴り合ってた頃、最上義明の娘をと大崎義明の息子をなんか継がせるという、そういう話が進んだみたいでみてください。最上義明とのさらなる縁を強めると。でそれをやめろと。 で、逆に伊達との関係を深めるというふうに、えー、要求していきます。最上義昭と伊達は友好、まあ、関係になっても、最上義昭と大崎が直接持つことは許せないと。あくまで大崎氏は伊達の家臣的な存在になると。だから最上義昭との関係を持ちたければ、伊達を通しても最上との関係を持ちなさいと。もうそもそもこうなったのは、この氏家義継という人物が大崎したと戦ったからだと。でも、この氏家義継ぐとは、 対立しいいけないよと。これは私にとっては非常にこいつは立派な人間なんだから、藤井義次は守りますよと私は敵対してはいけませんと。ちょうどその頃ですね、上杉改革から大崎従高てに、えー、手紙が来ます。上洛した親よと。秀吉に従属した親よと。出ないと潰されるよと。しかし義高、黙殺。 これ目察したやっぱり大崎義高ってバカとんねったんだなあというふうに見られるんですけどもいやそも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 論として義高にそういう選択肢があるか言ったらないんですよね、うん、要するにあくまで伊達氏に従属しているで伊達政宗の動きが非常に不安定である以上大崎義高にとっては動けるはずがないんですよでいきなり政宗が秀吉に従属することを決めた。 時にはもうだから遅いわけですよね。まサムネが抜けかけした時には、まサムネはじーっとこうやって見ながら最後でパッと手のひら返した。逆に大崎氏は動けるはずもなかった。結果、欧州将棋で大,大崎氏は改易になります。石田三成って結構なんか冷たいとかいろいろイメージありますけど、まあ、佐竹とか大崎の動きを見てると三成って優しい男で。 ミスなりを取りなした結果、狩猟の3分の1は回復する予定だったんですが、葛西大崎一揆ですべておじゃん。で、結局大崎市の給料は伊達漁に行っちゃいました。それがこれですね。まあ、伊達の長罰として、伊達はこの辺、対こを支配したわけですけども、えまず、奥州将棋でここを取られて、で、葛西大崎一揆でここを取られて、で、代わりにこっちに回されたと。いうよあの、あ、こっちか、ここまでが。 こういうふうに回されたと。いうことですね。だての両国というのは、まあ、最初はこの辺から広がって、どんどんここまで広がっていった、あの、まずこっちに広がってい、まず、まずこの辺が基本本本で、この辺に広がっていって、次にこの辺に広がっていって、ここを取り上げられて、で、次にここも取り上げられて、こういうふうになっていたと。いう感じなんですが、この時に、この巻き添えを食らって、大崎義隆の加盟存続は認められないと。で、その後の大崎氏ですけども、 1593年に石田三成の父親に対して京都に土地をもろてそこに屋敷を建ててとりあえずあの宿泊所を作ってもらったということで三,あの三成の父と石田正嗣に感謝状を送っていますありがとう。お世話になりました。ありがとうございまた。だからまあ石田三成が結構この大崎市の面倒を見ていたことがわかります。吉田川その後蒲生里の 元に転がり込んでおって秀吉は朝鮮出兵なんだって賀茂おいとの客帳として10名の兵を連れて出兵しろというふうに命令してますそれに応じて大崎市は10名を引き連れて名古屋にまでやってきてます、まあ、朝鮮には都会してません賀茂お里との死後賀茂氏が下野国に掘り出された後は会津に入ってきた上関隔月の,あの配下に組み入れられたようで 直江兼次の支配してた長井軍に2700個の土地をもらって蒲生から今度は上杉に主人を変えていると1603年に会津で死去したと言われてますから1601年には上杉家は会津から米沢に移動してるんで彼はそのまま会津に残っていたらしいということがわかります香水寺芝市一応見ておきますと柴明隆さん 大崎義兼の息子ですね、このしわ郡に、えー、香水城を領有していますで。ところが三の部屋、南部市の圧迫によって、冷え抜き市、和菓子と組んで南部市に対抗していますで。1940年に戸沢市が南部市に服属して、岩手郡に南部市が入ってきたんですが、この秋高が奮戦を退けて、さらにあの戸沢市の本拠地である雫石城を攻略して、全盛期を迎えますで。どういうことかと言いますと、しわ郡がここですね。 でこの辺を本拠に置いていた芝秋隆ですが、冷え抜き、我がと連携して、岩手郡辺りまで支配してたんですけども、えー、南部市がこう力入ってくる。これを跳ね返した上に、この雫石を抑えて、降水寺仕分けはこ,んこういうふうな、えー、書領を開いて、これが最盛期です。でこの頃、芝御所というふうに言われてたわけです。ところが、芝秋真が南部春政に敗れて、 野平正宗の弟を娘婿に迎える形で南部市に従属していきます。その柴垣宗の息子の柴垣直は、南部春政が死んだ、この間隙を突いて岩手軍を奪還。だからここのところをまたあの、えー、南部市に敗れて、ここのところを取られたんですが、南部春政が死んだ、その間隙を塗って、襲いかかったんですが、南部の部分が敗北して滅亡。で、その後については不明です。 どこで死んだかっていうのがねあの、よく言われるのは、あの旧家臣にかくまわれて過ごしたと。あるいは京都に行って、京都で二条家に仕えた。などいろんな説がありますが、実際には分かりません。戸沢市っいうのは、この雫石から角のも立てにこう退いて、その結果、北東北では、1580年ではこういう風な勢力範囲が出来上がります。 芝・秋直がこの辺にこう岩手軍にこう入ってくる。この南部春政がここの岩手軍にこうぐーっと下がってくると。この戸沢と安藤がまたあの激しく戦い合うと。この辺はみんな仲間。ところが後にこ,のこれが滅ぼすと。まあ、この辺はまたあの南部、それから津軽のところで詳しく見ていきますが、こういう関係であって、この辺をめぐる争いですね、この岩手軍をめぐる この南部春政と柴明夫の,の戦いがあって、で、この南部春政っつうのは戦が、戦国八年に急死するんですよね。南部春政っつうのは、後継者がなかなかいなかったんで、信長を養子にとったんだけども、子供ができたんで、信長を拝着したところ、こ信長派が切れて、南部氏は、南部春政と、南部春次は、まあ、あの、南部春政の急死後、えー、春次が滅ぼされちゃったと。その感激を塗ったんですが、結局ダメだったと。 南部市がこう力を持ってくるまでの一瞬だけ輝いた芝市ですね、えー。これはもう芝を名乗っているんですが、まあ、この香水市芝市に関しては大崎紀香の子孫であるという見方が多いんですけども一説によると越前の国の倉谷御所からこっちに来てないかという話もあります。倉谷御所というのは朝倉市によって保護されていた芝の一門なんですね。 まあ、倉谷久保は足利義次の子孫だとかいろいろな話があるんですけども、まあ、現在では芝の一門であってその辺が、まあ、あの来てるとか、まあ、この辺もだから系負関係は実はよくわからないというのが現状ですじゃあ慶喜を養子にした時点では吉高は生まれてなかったんですそうですその時点ではまあ慶直としては後継ぎおらへんことやし伊達のお世話になってるからしゃあないなと。しゃあないな そのあと種宗と春宗が戦いになった時にやっぱり居山と。うん、で春宗もおそらく大崎の援助欲しさに慶喜を切り捨てた。でその前の時点で大崎義直が伊て種宗のとこに行ったというのはそれは大崎家の中に何か事情があったんやろうと。うん まあ、大崎県内紛があって、それで援軍頼みに2年間伊達のもとに行くっつで、それありえない <laughs> ありえないわけだって、あのそのうちに大崎追放されちゃうよっていう気がするんですが、多分追放されたんでしょうね。追放されてで、伊達のところに居候しとったら、伊達宗が助けてくれた。じゃあ、大崎、うん、取りに行こうかと、うん、いうことで、お前がおったら大名分立つからついてこいっていうことになったんですね。そうですね多分 で当主に戻してもらって、その代わり、俺の子供を養子にせえと、うん。悩ましいところですよね。まあでも、次、放されたままではね、どうにもなりませんからね。うん。まあ、伊達の言うことを聞くしかない、伊達の居候になるよりは、まあ、吉野坊を入れた方がいいんでしょうが、まあ、吉野はなかなかだから、うまく立ち回った人間でありますよね。結果的には、大崎家に舞い戻って、さらに自分の実施を後継ぎにしたわけだから。 うまくやったと。うまくやった。でも吉高の段階ではこれダテに従属してるから秀吉のところに挨拶に行けないわけですね。そうですね。自分の判断では。うん。ま、ただこれ正宗さんがもうちょっと大崎のことを考えてやれば生き残れたんですね。そうですね。一緒に行こうとかう。<laughs> うん。正宗は全く興味なかった、うん、興味なかったどころか逆どうもあの正宗は大崎を一応従属したものの滅ぼしたかったみたいですね。 だから、あの実は大崎義孝をこう従属させた後大崎義孝をどうやって滅ぼすかっつことの相談を一生懸命やってみたいです。秀吉のもとに一緒に行こうなんていうので、多分そのまま放った箇所で、あ、これで、多分正政宗はあこれで義孝潰したろうかと。大塩潮汐で義孝が潰されたって、政宗はかまへんと思う。うん、むしろそれは政宗にとっては一つの計算の結果でしょうね、これ。で、大崎が潰れた後、 じゃあそこの一揆を利用して取っちゃおうとしたらそれを秀吉にバレたんですね。バレたんですね。お前何やったんやと。うん、ちょっと訳が甘いですね。訳が甘すぎですね、彼は。一揆先導の証拠がもういさとにバレたらダメだろうと。で、まだその後の嘘がまた見えすぎて嘘やしね。<laughs> 偽造されたんです。僕は騙されたんです。っおとしらしてるんです。 いやちゃんと顔をつけなすあるから、いや、私はちゃんと、実はこの面のところに穴を開けて顔を描いてるんですが、これないでしょうとか言って、誰が信じるかという話ですよね、これ。<laughs> 秀吉がうまいなと思うなあ,あそうか、そうか、じゃあ、あのお前のことは許してやるから、あのお前、ここのこの分、募集であっちに行けよなというふうに、あの13万石ガクッと減らして、がっつり減らして。で、もともとの本拠地を取り上げて。うん <laughs> で一気でカタカタになったら大崎の方へ行けと。うん。政宗もそれ、怖いませんからね。政宗は脇甘いし、秀吉はこういうところうまいし。役者がちゃうんですね。違いますね。<laughs> まあ年齢もちゃうしね。うん。年齢も経験も違うから、うん、まあしゃあないけども。で、大崎義孝君はそういうことで、潰れちゃって、上杉のところに転がり込むんですね。そうですね。 あの最初蒲生にこごれ転がり込んで蒲生なって上杉いきますね。関ヶ原の時はどうしたん。その頃はあの上杉の元に折って。あの関ヶ原で大変な時、あの関ヶ原の合戦の時最上に攻撃されてる。直江やか熱が大崎をしたかに。なんかあの来て急遽来てほしい予定送って手紙があるそうです。 どういうあれなんかわからないけども、まあ、最上義明との戦いの中でこの大崎義孝が、まあ、何らかの仲介になるというふうに考えたんでしょうかねで上杉が米沢に移っちゃってで彼はそのまま会津に残ったみたいです上杉が会津に行った2年後に亡くなってますまあ大崎そんなに実力があったわけではないからもともと実力なかったですからね、うん なんかなんぼのもんやっていう戦国時代になっちゃうとちょっとまずいわけですね。そうですね。伊達政宗みたいなのが出てくると。うん。うん、まさにそう伊達政宗が出てきたらもうダメですね。うん、伊達政宗っヒャッハが出てきたら、金子先生はくヒャまあ多分伊達政宗とか武田晴信玄ってうのは多分ヒャッハー野郎で、先代は作りれげた地を全部ぶっ壊すという。